SMC ジャパン日本の山岳が共同し、後工程っていうのがポイントなんですね、うんうん、天下馬の微細化が進むほど三次元実装っていう手法が注目されています。どうもこんにちは、東洋経済オンライン YouTube チャンネルリポーターの中島美玲香です。東洋経済オンライン編集部長の竹政秀明です。チャンネル登録してご覧いただいている皆様、いつもご視聴ありがとうございます。本日の3つのポイントはこちらです。 1. DSMC と日本の山岳が共同し、半導体の後工程に関する研究開発が進められています。 2. 後工程の分野では日本メーカーしか持っていない技術があります。 3. 国内工場への投資が活発化する中で、半導体技術者の争奪戦が加熱しています。というわけで今日は TSMC が触手、日本の圧倒的な半導体技術をテーマにお届けします。6月末茨城県つくば市に TSMC ジャパン 3DIC 研究開発センターが開所しました。台湾に本社を構える世界最大のファンドリー TSMC と日本の山岳が共同し、半導体の後工程に関する研究開発が進められます。竹政さん、うん、研究開発センターの狙いはどこにあるんでしょうか。今回は後工程っていうのがポイントなんですね、はい、半導体製造は前工程と後工程に分けられるんですが、前工程ではウェハーにたくさんの電子回路を書き込みます、はい、線幅の微細化が進むほど一つの半導体にたくさんの回路を書き込めるし、ウェハー1枚から多くの半導体が製造できるメリットがあります、はい、しかし微細化は限界を迎えつつあるっていうことが指摘されています、はい、ムーアの法則というものですよね。微細化が終わりに近づくと半導体の処理能力も限界に近づくということでしょうか。処理速度や電力効率は限界を迎えます、はい、うんうん、前工程に対して後工程では三次元実装という手法が注目されています。半導体チップを縦に積み上げることで横に並べた時よりも面積が小さくなります、うんうん、次世代半導体の実現に向けて期待されているんですね。半導体の微細化の要となるのは ASML やニコン、キャノンが扱う露光装置ですが、後工程ではどのような装置が鍵になるんでしょうか。これはたくさんあります、はい、今回の研究開発センターでは、うんうん、ディスコや芝浦メカトロニクス、日立ハイテクといった半導体製造装置メーカーに加えて、はい、イビデン、新興電機工業、東京大華工業といった半導体材料メーカーを含めた20社が参画しているんですね。TSMC 以外はオールジャパンの顔ぶれなんです、うんうん、世界の TSMC が日本企業20社と研究するメリットはどこにあるんでしょうか。実は後工程の分野では日本メーカーしか持っていないっていう技術があるんですね、はい、ウェハーを切断してチップに分けるダイシング層っていうのではディスコが市場シェアの7割以上握っています。まあ、切り分けたチップを保護するパッケージ基板の最先端品ではイビデンと新興電機工業の2社寡占となっているんですね。すごいですね。日本国内の半導体工場が減っていく中でも最先端技術を守り続けていたんですね。これまで後工程っていうのは付加価値が低いとされて、はい、東南アジアなどの企業へ委託が進んできました、はい、半導体メーカーに代わって日本の製造装置や材料メーカーに技術やノウハウが蓄積されています、うん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 、今まさに世界的な半導体不足が続いていますが、うん、日本メーカーにもチャンス到来ということでしょうか。はい、すでに前工程、後工程、それから製造装置、材料に限らず、すべての関連企業は活況なんですね。うん、その中でも、存在感を放つのがイビデンで、中長期の成長に向けた投資を行っています。うんうんうん、まあ、イビデンはアメリカのインテル向けが売上高の4割強を占めますが、はい、イビデン製品がなければインテルの CPU は動かないとさえ言われています。TSMC が実用化を目指す三次元実装においても、うんうん、パッケージ基板が重要技術となっているんです。インテルと TSMC の次世代技術を担っているなんて、なんだかすごい話になってきましたね。そうですね。
イビデンではですね、足元の爆発的な半導体需要の拡大を受けて、パッケージ基板すべての工場がフル稼働です。はい。さらに1800億円を投じて工場を建て替えて増産を計画しているんですね。すで、うんうん、にフル稼働が見通せているため、新たな土地を買って新工場建設も予定しているんです。新工場が建設されるなら地元も活気づきそうです。イビデに続いて国内工場への投資を増やす企業が増えるといいですよね。はい、今後の課題は人材確保になりそうです、はい、うん、最先端の半導体の後工程技術に関わる人材を育てていくという必要がありますね。はい、半導体不足は深刻ですが、それを作る人材も不足しているとはちょっと難しい問題ですよね。人と工場の両方を増やしながら国内の半導体産業の活況を維持する必要がありそうです。ということで、今日は東洋経済オンラインより TSMC が職種日本の圧倒的な半導体技術をテーマに、東洋経済の佐々木亮介記者のレポートをお届けしました。気になった方はぜひ概要欄のリンクからチェックしてみてください。